やばいやばい、お前もう泣いて出たん。まあね、でも他も気になってて。これも説明会らしさ。いよいよ就活が解禁されました。面接遅刻せ。大学3年3月ついに始まってしまった地獄のイベント、就職活動。それは人生の夏休み、大学生活に終止符を打つ最低最悪のイベントだ。毎日昼に起き、日中はスマホいじり、夜は明け方までゲーム三昧。こんな怠惰で自堕落な最高の大学生活から社会とかいう牢獄へとぶち込まれてしまう。俺はこの就活から逃げるため、留学、妊娠、休学などありとあらゆる手段を考えるも、就活が解禁されてしまった。俺は何が何でも働きたくない。楽してホワイト企業に受かるんだ。そんなゆとり大学生による壮絶な就職活動が今幕を開ける。今年はリモート就活がトレンドのようです。就活解禁。俺金融受けるわ。俺は IT。 お互い頑張ろうぜ。説明会に足を運び、スタートダッシュを切る就活生。一方、ゆとり大学生の就活はおしまいだ。働きたくないよ。ストレスでお腹を壊すところから始まる。俺の名はゆとり、中堅次第に通う就活生だ。本来なら永遠にクズ大学生として怠けていたいところだが、親がうるさいので仕方なく就活を始めた。ゆとりちゃん、就活解禁。あ、就活、あ、ふふふ。学生時代に頑張ったことはないやつは受かんねえになってんだよ。だから俺もういい会社行けないよ。もう進んでるから期待しないじゃない。そう、親には極力どこにも受からないアピールをしておく。というのも、こうして就活の期待値を下げておくことで、後で全落ちした時など言い訳ができるから。まずはナビサイトの黒ナビに登録っと。は？自己 PR を200字以上入力しないと登録できません。ふざけんな、200字も書けるわけないだろ。もうめんどくさいからこれでいいや。よっしゃ、今日の就活終わった。パチンコ。次の方、受付どうぞ。黒ナビ ID 9616のゆとりです。ゆとりさんですね。こちらのシートを持ってお回りください。5社から話を聞いたらクオカードがもらえるのか。ブラックカンパニーです。ん？お話だけでもどうですか。とりあえずここでいっか。プロフィールシートをご提出ください。ありがとうございます。ん？これは？え？あ！もうめんどくさいからこれでいいや。あの時のこれは…はい、これ違うんです。あー、ちょっと入ってます。ちょっと、すいません。ちょっと、あー、ダメだ、もう今日は就活できないな。気分転換にパチンコ行こう。ん？あなたの職種が予測不能な人生を送るアーティストです。なんだこれ。アーティスト、それは組織で働くのに適していない、サラリーマンに向いていないものに対して適職診断システムが最大限に気を使った言い回しである。なんかムカつくの。まあいいや、エントリーシートでも書くか。よし、書けた。私は御社の美味しさを世界にという理念に共感し、様々な食品をグローバルに届けたいと思います。御社の強みである品質保証力はとても魅力的で、私もその一助となりたいと考えました。また多種多様な業務を経験できる御社になら、幅広いフィールドに食品を届けられると思い希望いたしました。 ES はパンフレットに書いてある単語、抽象的なワード、なんとなく意識高そうなワードを並べてそれっぽく見せる。もちろん全て嘘なので、なぜ共感したのか、どこが魅力的なのかなど、自分の意見は一切ない。ん？キツネカンパニーのウェブ面接が始まる時間だ。あと5分じゃん。急げ急げ。あれ、やばいやばいやばい、遅いな。よろしくお願いします。ん？名前が、あー、違う。名前変えるの忘れてた。それでは揃ったので始めましょう。はい、まず自己紹介をゆとりさんからお願いします。はい、グレー大学4年のゆとりと申します。私は学生時代、カフェのアルバイトに副リーダーとしてお店の売り上げアップに努めました。大学では哲学を専攻し、ウェブ面接ではカンペを常備、カメラ目線を維持するためパソコン周りや画
カメラの向こうに張り紙をするのがコツである。カフェのバイトでチラシを作って集客したんだね。はい。人を集めるならウェブとかポスターもありそうだけど、なんでチラシにしたの？そうですね、紙は安かったので。費用対効果は比べたりしなかったの？まあ、はい。どの話も他の人がやっていたことをそのまま書いただけなので、深掘られると何も返せない。学生時代に何もしてこなかったものは面接で話せる手札がほとんどないため、魔法カードを発動させるしかないのである。またうちの会社でやりたいことを教えてください。では黒田さんから。はい。私は御社のマーケティング部門に属し、スポーツビジネスの展開を。やりたいことなんかあるわけがない。こういう時はではゆとりさんお願いします。はい。私も御社のマーケティング部門に属し、スポーツビジネスの展開を。他の就活生の回答をうまくパクる。この時あたかも不可抗力で答えが被ったかのように演じることが大切だ。本日のグループワークは、用意された素材でできるだけ高いデータパワーを作ってください。よろしくお願いします。あ、お願いします。ついに始まった鬼門グループワーク。それは無能発見機であり、仕事のできない人間にとって大ピンチの先行である。それでは始めてください。では紙を筒状にしたらどうでしょうか。ああ、なるほど。まずは話を聞いてるふり、多少大げさなくらいにうなずいておくのがポイントだ。作業が本格化してきたら、無能な人間として炙り出されないよう、終始誰でもできる単純作業に徹するか、机の周りをぐるぐる歩いていかにも働いてますよ感を出す。あ、バランスが悪いのでここに柱を追加しましょう。そうですね、そこに紙があるので、どうなのか柱をお願いします。バランスが崩れたら終わりですもんね。なんとか保存しましょう。はい。あっぷなぶな。人事が来たら有能そうな奴の言葉を復唱してさも回しているかのように見せてごまかす。これが無能の立ち回りだ。うまくいってよかったですね。ブラックさんのおかげです。いえいえ。それでは選考は以上となります。最後に本日一番活躍したと思う方の名前を投票箱に入れてお帰りください。うちのチームは決まりだよ。ブラックさん、ありがとうございます。確かに。またお祈りだ。もうエントリーできる企業がないよ。ん？ブラックカンパニーよりスカウトの案内が届いています。なんだよ、絶対ブラックだろ。どれどれ。ブラックカンパニー、書類選考なし、面接1回のみ、アットホームな会社です。え？面接1回？あ、当たった当たった。お前いつになったら新人確保してくんだよ。すいません。もう12月だぞ。申し訳ございません。ただ先ほど1名からの応募がありまして、中堅次第の学生なので期待ができるかと。そいつダメだったら許さねえからな。あ、はい。面接3時からか。あれ、当たっちゃった。遅えな。やべ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 。ここ受かればあと3ヶ月遊べる遊べる。あとは受かってから考えよう。お入りください。失礼します。これは…あー、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。どうした？いえ、何でもありません。では、履歴書をご提出ください。はい。どう？あ、こちらですね。あ、は？あ、すいません。それでは、面接を始めます。次に挫折した経験を教えてください。高校の時、体育のサッカーで骨を折ってしまったことです。挫折じゃねえだ。では、それをどのように乗り越えましたか。父の作った筋トレメニューを毎日こなして体を鍛え、乗り越えました。それ乗り越えてねえし、絶対嘘だよ。私の強みは真面目なことで。まあ、人でも足りないことだし、採用でいいか。で、4月に本配属。はい。1月から内定者アルバイト。はい。本当にうち来るってことだよ。いいんだよね。はい、大丈夫です。間違いありません。じゃあ、内定承諾ってことだよ。はい。やばい。流れで何も考えずに返事をしてしまった。君は無事、内定だ。一緒に頑張ろう。これからよろしく。おめでとう。なんかブラックシューするからやめとこうかな。ま、パチンコ打ってから考えよう。就活終わりだー。
ついに今日から内定者アルバイトか。まあ変なやつだが、なんとか一人確保できてよかったな。ですね。ん？え？まあゆとりくんにはぜひとも。社長。あ？その内定者のゆとりくんからこのようなメールが。あ？この度は私を採用いただきありがとうございました。御社を精査した結果、お期待に沿えない結果となりました。ご採用いただいたにもかかわらず申し訳ございません。ホワイト様のより一層のご活躍をお祈り申し上げます。おい天狗。あ、はい。どういうことだよ。いや、これはそのふざけんな。就職でもですよ。というわけで、久々の就活ネタはいかがでしたでしょうか。大変なことも多いと思いますが、就活生の方はゆとりを持って頑張ってください。今回の動画が好評でしたら、また就活ネタを出したいと思いますので、チャンネル登録と高評価お願いします。あ、明日7時だ。マジでか。